い、どうも。皆さん、おはようございます。こんばんは。こんにちは。まあ、最近ね、白猫ちょっとやることがなくてですね。はい。ちょっとね、まあ別に意味は特にね、なんかあったわけではないんですけども、ちょっとモチベーションがね、今、急降下、してます。なんかまあいろいろ、まあなんかいろいろありますけど、なんやかんやね。ただね、僕のこのスピードにね、このコロプラさんの企画が追いついてないっていう、まあただ俺がやりすぎてるだけなんですけども、もうね、本当にやることがもう、マジでないんですよ。だからちょっとね、モチベーションをね、無理やり上げるためにね、まあ武器ガチャは回さないんですけど、ちょっとキャラガチャね、メイン、こっちのメインのアカウントでね、まあちょっとやっていこうかなと、今回。まあ正直ね、あんまり課金するつもりなかったんですけど、ホースターに対しては。ただね、ちょっと白猫に対してね、ちょっとやる気をね、もう一度自分の中で、ね、高めようと、自分を鼓舞する意味でもね、ちょっと、まあまあやっていこうかなと思います。はい。まあ10連、ちょっとね、やろうかなと。はい、ということでね、まあまあ10連分は一応買ってしまった、はい、ですよ。いやー、来てほしいなー。やっぱね、俺が一番やっぱ欲しいのはやっぱりメルクリオ。依然としてメルクリオ。次にね、モチーフをね、交換して手に入れたっていう経緯もあって、スーちゃんも割と欲しいです。ハヤタ君にね、装備させるために銃はね、まあ、取ったようなものなんですけども、まあ、スーちゃんが来ればね、まあ、曜日周回なんかで、まあ、移動速度も速くて、はかどりそうかなと、周回用にはね。なんで、スーさんも欲しい。ビビアンスでも欲しい。で、まあ、他はね、正直あんまり、うん、何が当たっても同じです。うん。今、スタールもないんでね、スタールも割と欲しいんですよ、普通にね。あ、これやべえ、データランドしなかった。いやー、マジかよ。これ、もしこれ課金して何も出なかったら、相当ショックでかいよ、これ。あ、でも金は多いぞ、これ。あ、これ過去最高の金率だわ。だって、青2体しかいないよ。9、過去最高、9体。これなんか来るべ。データダウンロードしないけどなんか来るべ。うわ、お前より弱いやつ？うわ、これ全部入るんとかのパターンじゃね、もしかして。あ！あ、リコちゃんだ。リコちゃんか。こうなってくるとでもポッキー欲しくなんな。リコちゃんはでも割と欲しかった方だったんでね。ただポッキー欲しくなんな、リコちゃん来ると。ほう。ほう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 。いいと思いますよ、これはね。これはこれでいいと思うけど。まあよかったってことにしときます、これはね。まあよかったでしょう。なんかちょっとなんとも言えないな、これ。どうなのかな。まあ欲しかったからよかったけど、ポッキー欲しいな、こうなってくると。こうなってくるとポッキーが欲しいですよね。俺、交換に出せる武器あったっけ？もうねえよ、絶対。もう4つもそんなさ、いらない武器ないから。ポッキーか。いやー、なんかあったかな？ポッキー、欲しいなー。こうなってくるとポッキー欲しいよ。出せるもんはねー、まあ、村雨ブレードと、暦の手袋に、と、クライブの拳もいらないんだよな。そう。で、3個。
いやーマジか。あ、最悪見捨てるっていいんだな。俺これ出すのせっかく育ってたのに。なんか嫌だな。まあでも見捨てるっていいんかな。行っちゃうか。行っちゃう？いやなんかもったいねえな。いやまだ武器ガチャはまだ回すかもしんないからもうちょっと、ま、様子見よっかな。っていうかね、ミステルテインと、あの、クライブのこのモチーフは全然出して OK。全然出して OK なんだけども、このね、あ、小指の手袋も全然 OK。OK、OK。全然使わないから。ただね、この村雨ブレードとはちょっときついなぁ。できれば出したくない。このフランのモチーフは。うん、これはちょっと出したくないなぁ。まあ、あと一個なんか星4が出れば、それを、と、暦の手袋と、クライブの拳と、ミステルテイン。かな？うん、そうかな？そうですね。まあまあ、だからあと一個、手に入れれば、まあまあ、ポッキー。あー手に入れること、ただ、次のホースが来るまでなんかのイベントでメモリアルソードをもらえるような感じの、あれが来れば、まあ、それで。あ、だから、まあ、いけるかな。あと、ポッキーを手に入れようかなと思います。うん、ポッキーね。急遽、ちょっとリコちゃんが当たってしまったんでね、リコちゃんに似合わせる武器って言ったら、もう、ポッキーしかないんで、てか、久々になんかホースターで新キャラ来たわ。ちょっと普通に、それはちょっと嬉しいな。まあ、炎属性付与がいらなかったけど、まあ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 、なんか、いずれはね、なんか協力とかで使う場面が来るかもしれないんで、一応育てて、見ようかなと思います。はい、ということで。フォロワーさんに話しかけていこうかなと思います。デーモンさん、小賀さん、ランクどうやったらそんなに上がるんですかと。あー、俺多分ね、結構親密度上げてね、あのこの何でしょう、親密度ボーナスがねない頃だから、1回のクエストでドアがいても2しかね、親密度が上がんなかった頃にね、結構縄文とかね、叩いたりとかしてありして、上がりましたよ、こんだけね。で、絶対経験値2倍以上は使う、その時。でね、あとは、ま、最近は島リセットをしてね、もうすべてコンプリートしてしまったっていうのがあって、それをね、やっていくうちにね、まあ、3、4ぐらい上がりましたかね、ランク。じゃあ、デーモンさんも島リセットすればね、多分144、5にはなると思います。スケノータさん、ガリガリ君は洋梨味一択と。いるは認めないでござる。ガリガリ君でもさ、チョコ&チョコとかうまいよね。リッチになっちゃうけど、ガリガリ君リッチになるけど、あと、マンゴーがうまい。マンゴーがうまい、本当に。あと、コーラ味も好きだしね。で、ソーダ味もまあ普通の、スタンダードのソーダ味もまあうまい。てか、ガリガリ君はこの時期はやっぱね、うまいですよ。やっぱり。で、最近新発売のね、レモン、ヨーグルト味、みたいなやつは、ラムネがちょっと、って感じですけども、まあ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 、まあ、悪くはない。ああ、ガリガリ君のこと語らせたら俺正直結構、5分はいけますよ、本当にね。マジで、ガリガリ君はね、やっぱ小さい頃から世話になったっちゃ世話になったんで、ただ俺どちらかというとね、ガリガリ君よりは普段はやっぱりしっとりした、ちょっと濃厚なね、ああいう氷アイスみたいなやつはあんま食べないんですけど、どちらかというと雪見大福とかね、ああいうなんかちょっとしっとり濃厚系が好きなんで、レジェンド、負け組さん、皆さん11連24回やって、うち半分が爆死って果たして普通ですかねと。いや結構ありますよ、武器に至っては10連で何も出ない時とか結構普通にある、普通にある。最近俺結構調子いいけども普通にありますよ。武器はね本当にそれほど2倍になったって言ってもね、それほど結構割と出ない。なんかちょっと、リコを育ててみたから、リコね、でも多分使わないかな。当たったけど使わないかな、多分。リコ使うなら普段使うしね。まあ、でも、イーピッテルとどっちが使うかってなると、またちょっと微妙なところですけど、まあ、クエストのその状況とかによってね、使い分けできそう。まあ、すごい、すいません、レジェンドさんとは全く関係ない話になりましたけども。
まあ普通にね、それぐらいの人はね、ザラにいると思いますよ。だからね、そんな落ち込まないでね。っていうか、むしろ24回やって、11年24回やって、半分星4が出てるなら、ってか、いい方だと思う、逆に。だって 50% は出てるんでしょ、だって。ね。いや、結構いい方なんじゃないかな。わかんないけど。で、しかもその多分出てる時も、出てる時は1個じゃなくて2個とか出る時もあるわけだから、多分ね。結構割と、普通かな悪く、良くもなく、悪くもなくって感じなんじゃない？負け組とかまではいかないと思いますけどね、俺は。まつりかさん。ちょっと、振り仮名がなくなったから、ちょっと読み方がね、微妙に、一瞬忘れかけましたけど。元、あ、ゆかりなんだ、これ。へっへん。ややこしいな。明日は映画のアフレコの仕事と。あ、映画の？すごいな。何やんの？すごい気になるけども。映画のアフレコの仕事かは声ですよね、だから。へぇ、すごいな。今度電話しよう。今度電話してみよう。その声を一回俺ちょっと、聞いてみたいな、そうなってくると。何の声やんだろうな。チョココロネさん。小賀さんおすすめ300円の宇治金時風もなか、さすがに美味しかったと。いや、俺まあ300円の宇治金時風もなかアイスは食ったことはないですね。俺、アイス、300円か、ちょっと高えな。それ高いな。まあ、読んでます、読んでますよ。スラーっと言ってますけど、読んでますよ。もこさん、今日も暑すぎ、日からビールはと。今日暑かったね、ほんと。ほんと暑かった。世界史はとまくまるさん、セカマルさん、なんと、またも協力で、負け組レジェンドさんに遭遇と。すごい確率じゃ、と。で、負け組ではないけどね、別に。ほほう。これね、この男の人はね、この、なんでしょう。頭の王冠がなければ俺結構欲しかった方かな。なんかちょっと、髪型とかは好きなんでね。割とでも見た目は嫌いじゃないかな。まあいいですよね、見た目は割とね。小賀アットマーク4凸さん、いつも見てますと。いや、ありがとうございます。俺の4凸、かぁ。まあね、俺が4回も限界突破したと、そりゃ、どえらいことになりますけども、正直ね。いや、いつもね、見てくれて、ありがとうございます。本当にね、心からね、今ちょっと、感動して。涙がね。はい、ということで、ミナレコさん。ミナレコフューチャリング風ね。弓の中でも狙ってない二つをしっかり引く感じ、さすが小賀さんだねと。はっはぁ。まあね、ほんと、今思えばミステルテインと、カスミのやつは出たのに、なんで狙ってるスーの方が来ねえんだっていうね。確かに言われてみれば。いや、マジでね、やばいよ。伝説の、バーローさん。ああ、新しいですね。ありがとうございます、バーローさん。ティル。ああ、レンファね。4凸ティル、レンファめっちゃ楽しいぞ。いいね。伝説の白猫神さん。熱い。助けてクーラーと。確かに熱いよな。神玉、元神猫さん。コロプラはもっと小賀を評価すべきだ。売り上げの 5% は小賀のおかげ。まあ、売り上げの 55% は言ってるでしょうね。多分。間違いなく。まあ、言ってるでしょう。だいぶ。だって、俺単体で多分、かなりの課金ですから、相当まあ、多分、コロプラさんの社員の、一人の社員のポケットマネーぐらいにはなってると思うんでね。マジで。相当だから、本当に。ペロンさん。お金がペロペロ貯まるよと。まあ、ちょっとよくわかんないですけどもね。JE15 さん、マックよりモスハですと、近くにマックとモスしかない悲しみ。いや、マックとモスありゃもう十分でしょ。他に何があるよ。てか、モスはうまいよ。そりゃ。だって、モスとマックは、違うからね、アピールポイントは。マックは速さと、安さ。モスは、もうほんと味っていうかクオリティだよね。モスはほんと最近言ってないけど、うまいなというイメージがある。そして量が少ないなってイメージがある。
そして時間かかるなってイメージがあるから、ほんと Mac とは逆。ほんとに対照的。あ、俺てか、ハンバーガー自体最近食ってねえな。っていうか、ハンバーガーって、モスとマック以外なんかあったっけ？あと一個ぐらいなんかあったよな、思い出せないけど。なんだっけ？なんかパッとしないやつ。なんだっけ？思い出せない。はい。テンさん、小賀さんの総価金額が気になると。あー、でも俺大したことないっすよ。俺の総価金額は大したことない。多分5本ぐらいですかね。まあ5本ぐらいかな。50万から60万の間ってとこじゃないですか、多分。まあだから1年間、もう1年やってるんでね、白猫も。だからまあ大体1ヶ月の平均で言うところの、まあ大体4、5万ぐらいかな。そう考えると結構すげえな。そう考えるとまあ結構すごい。ただ俺の友達曰くね、まあ課金50万までは全然アマチュアだって言ってるんでね。まだ白猫、まだインストールが終わってないっていう友達がいるんで、まあ、だからそれをね、その言葉を、励みにではないですけど、虹色のオレンジくんと、俺も名前変えたけど全然気づかれてないと。いや、名前変えられたと白猫きついでしょ。虹色のライオン丸さんとオレンジくんが合体した感じだな、これ。いや、白猫で、名前変えちゃうとね、もう正直わかるもんもわからなくなるから、絶対それは。無理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 。それは無理でしょう。だって、無理よ。それは、あれだよ。フナッシーが、あれだよ。中の人が出ちゃっても分かんないのと同じで、それと同じぐらい分かんないからね。フナッシーとして出てくれれば分かるけども、中の人がフナッシーだよって言ったって、ほら分かんないじゃん。それと同じ。本当に。フッチーアットマークペロリーナさん。アニメコラボフェアリーテイルじゃないといいなぁ。マーシトだでと。フェアリーテイルはなぁ、俺は正直、あんまり、見たことないんでね。ちょっとなんかワンピースと絵が似てる雰囲気のやつですよね。クリトリスさん。クリトリスさんね。クリトリスさんね。クリトリスね。よろしくお願いしますと。よろしくお願いします。こちらこそ。まあ多分、ランク13で、すごいな。チャグマのミラ。よろしくお願いします。多分まだ始めたばっかっていうわけでもなさそうですけど、ランクが13なんでね。よろしくお願いします。これからね。ゆひ桜、アリサ、ノーエ、さんかな。小賀さん、まだガチャ終わってませんよと。動画面白いですと。いやー、ありがとうございます、本当にね。ガチャ終わらし、俺もね、ちょっと、やりたいと思ってたんで、まあ、いくらなんでもちょっと、最近モチベーションがだら下がりになってたんでね、寝ることがなくて。無理やりね、ハヤト君4突とか、武器をね、交換とかでね、無理やりこう、無理やりってわけでもないけど、なんとかやる気を出そうとしたんですけど、やっぱりちょっと限界が来てしまって、まあ、今日ついにキャラガチャを11で回して、なんとかね、ポッキーとコラボしたリコちゃんをゲットすることができてね、まあ良かったかなと、思います。まあこうなってくると本当に武器のポッキーもぜひ、ゼガヒでも手に入れます。ポッキーはね。で、メルクリオとかが当たっちゃっても多分メルクリオのモチーフ取ったし、で、斧。斧はないなぁ。まあでも、メルクリオと、リコとスーはね、欲しかったから、どれかは。まあ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 。まあメルクリオがでも一番欲しかったけど、まあリコでも全然、リコちゃんでも嬉しいかなと。声が違うんだけども、見た目は好きなんでね。ギオルグ4突日暮さん、小賀館のハヤト羨ましいです。欲しいと。ハヤトね、本当にね、この人にはね、やっぱ俺も思い入れがあって、なんでしょう。まあ、後でちょっと、その、説明しますけどもね、だいぶ、このキャラに関しては俺愛着は結構持ってるつもりです。ホジーさん。ホジーさん。小賀さん久しぶりと。あ、久しぶりですね。覚えてますと。いや、覚えてます。ホジーさんは覚えてるよ。だいぶ昔にね、何回も何回も、
フォローし直してくれ てましたからね。地味に名前変えましたと。本当に地味に。ただね、ホジーっていうこの、あれがなかったら結構わからなかったかも。いちごオレ縛りプレイさん、小賀さんの動画本当に面白いと。ガチャの時のリアルな反応とか。まあね、結構素ですからね。フランヨトチケさん、協力バトルフェスの出演とはコロプラ YouTube の動画のことだよと。ああ、なんか、あるみたいですね。俺あんまり見てないんですけども、どうなんでしょう。あ、でもアサイピーが出てる。よね、確かそれ。ね。あれのことか。まあでも、そっか。まあでもね、多分、白猫、コロプラさんもね、どうせ、やるなら多分、もっとね、再生回数の多い人とか、チャンネル登録者の多い人とやると思うんで、まあ、相手にされないでしょうね。ぶっちゃけた話。結構ぶっちゃけた話しますけどね。はい、ということでね。まあ。うわ、リクさんマジか。石1000個使って、虹星1個。やばそれやべえわ俺、それ考えたらよかったのかな、本当に。暇つぶしさえさせないつもりかと。本当そうだよね。おぉ、石1000個使って俺虹星1個だったら相当きついな。マジかよ。ごきます。あ、チケさんね。白猫 YouTube の人が次々出てるので、カズキの出番はいつと。いや、まあ、俺の出番は正直、まあ、来月ですね。来月。ちょっとそこまで待っててください、本当にね。もうちょっとで俺も白猫とコラボする予定なんでね。まあ予定、あくまで予定なんですけどもね。まあ予定を実現させるのがまあ、古賀クオリティですから。そう。ハヤトくんね。最近、ハヤトくん結構好きなんですよね。最近というか、まあ。金銀だぬきでめちゃくちゃお世話になったハヤトくんなんで。これ入手順見てもらえばわかると思うんですけど。ほら、ハヤトくん4番目のキャラなんですよ。ハオがまずリセマラスタートで、ハオでスタートして。でね、あんまり時をね、時が経たずして、まあ日本語おかしいな。あんまり間隔を空けないで、アンナさんが来てくれて、まぁ、ちょっと、ハオでね、挫折、心が折れかけ、白猫もういいやってなりかけた時に、アンナちゃんが出てきてくれて、で、アンナちゃんがね、これが出てきてくれて、本当に俺は、楽しめました。で、まあ、こっからなんですけども、まあ相当ね、このに、これ全部オンにすればわかるんだけども、このね、ハオからね、アンナまでは、早かった、割と早かったんですよ。これ見てもらえばわかると思うんですけど。ただ、こっからね、みかんまでの道のりがね、本当にね、長かった。もう、ここですでにもう俺爆死してますからね、早い段階で。ここで確かね、もう4、5万使って、やっと次のみかんちゃんが来たぐらい。あんなのね。次に、ほら、すごいんですよ、この。で、みかんちゃんが来たと思ったら、その次に2連続で、はやとくんが来た。そう。はやとくんはね、だからそういう意味では結構ね、っていうか、カモメも3連続で来てるんだね。あ、懐かしいな、この頃。そうだ。懐かしい。だから、ハヤトくんはね、結構初期に当たってるキャラなんで、割と思い入れがね、強いです。みかんちゃんもそうなんですけど。カモメも次、新規開放来るから楽しみだな。カモメと、アマーリエと、シャロンも来るんでしょうね、多分。俺、カモメとアマーリーしかいねえじゃん。あと、クライブか。あ、クライブか。オッケー。クライブですね。はるかもってことはもうちょっとか。はるか次ぐらいか。そうですよね。あ、はるかその次か。ちょっと楽しみだな。アルザーンなんかもいるの、控えてますね。アルザーン、ルーグ。ルーグは本当に、化けてほしい。化けてほしい、ルーグ。あー、パステルなんかも楽しみだな。でももうちょっとでそうなってくると、正月もそんなにか。正月とかさ、黒猫のやつが新規開放したらどえらいことになりそうですよね。
うん、その時を楽しみにね、今ちょっとモチベをね、保つことに全力をかけていきたいと思います。ちょっと、最近ね、やばい状況が続いてたんですけども、まあ、リコちゃんが当たってくれたことですしね、今から、貝殻でも岩を壊してね、ピレント島の岩を壊しながらね、ランクも親密度も上げていこうかなと、思ってます。ということでね、今日は、この辺で終わりにしようかなと、思います。ご視聴ありがとうございました。あ、というか、俺、そうなんだ。明日から3連休なんですよ。仕事が暇だからね、急遽明日、金曜日なんですけど、休めることになりまして、うん、まあもちろん、給料からは引かれてしまうんですけどもね。ということでね、まあまあ、のんびりこの3連休は、白猫をまったりやろうかなと。思ってます。ということで、皆さん、元気よく、白猫をこれからもね、一緒に楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。